自民党の予算委員長は犯人を隠す。長妻さんに犯人を差し出さないのと同じ、ひどい、野党の追及を聞いてみようね。フォーラムの小川淳也です。まず委員長。はい。この賃金が跳ね上がったのは去年の6月です。システム改修が始まったのは去年の1月です。システム改修を指示したのは17年5月、一昨年5月の当時の石原統計室長です。それなぜだったのか。そこには賃金の水準を、まさにアベノミクスの成果を偽装するために、少しでもいい数字を出そうという思惑はなかったのかどうか。中間報告読んでもわからないので、私は今日聞きたかった。参考人要求してますが、なぜ来ていただけないのか、委員長のお答えを求めます。先ほども申し上げましたが、お昼の理事会において協議をいたしましたが、協議が整いませんでした。一部の参考人の承知については協議が整いませんでしたので、あんまりだよね、承知をしないことと決定いたしたところです。犯人をかくまう野田委員長は、この国会に対してこれだけの統計不正が起きているわけですからね。ほとんど関係大臣です。安倍は何かを隠している。そして、隠していないなら、犯人を隠す必要がないもん。一定の真相究明。国民の期待は高いです。しかし、肝心の真相を知っている人を更迭するわ、出さないわ、全くもって真相の究明のしようがないじゃないですか。もう一人。一回チャンスがあったんですよ、これは。中間報告見ると、17年の冬に、当時の石原室長は上司に報告をしている。実は不正をしてたと。それを聞いた当時の坂光統括官、すぐに正しなさいと指示をしている。しかし石原さんはそのまま放置をし、坂光さんも一切その後お構いなし。この辺の経過がなぜ監督責任を果たせなかったのか、私は坂光元統括官にも聞きたかった。参考人要求をしましたが、なぜこれも受け入れられないんですか。小川委員にお答えいたします。今後の招致については引き続き与野党で協議をしていただきたいと思います。委員長、今のお言葉は重いと思いますよ。小川淳也さん、委員長、はい、ここでここだけやり過ごせばいいということではありませんから、委員長の責任において犯人をかくまうしっかりリーダーシップを発揮してください。野田委員長は犯罪を与党側ですよ。それってなぜ同意しないんですか。今私が申し上げた、隠している、キーマンを呼ばなければ、何もわからないじゃないですか。隠す必要がないもん。一緒に解明するんじゃなかったんですか、与野党を超えて。激しく苦言を申し上げたい、と思います。